呂沢直美は、日本の女性アナウンサー。元北日本放送アナウンサーで、現在は、石川県金沢市の株式会社オフィス級、代表取締役、富山県高岡市出身。立命館大学産業社会学部卒業後、1992年に北日本放送へ入社。同期入社は、木下和也アナ、武藤美子アナ。1998年に独立し、 金沢市を拠点に、声優、アナウンスの養成所を開講するとともに、アナウンサーとして活動。2004年以降、観光庁や企業、教育機関の講義等を担当。分野、人材育成、接遇マナー、電話応対、ビジネスコミュニケーション、チーム力向上、プレゼン、スピーチ指導、番組出演者のアナウンス指導など。2013年に法人化し、 北陸新幹線開業に向けた地域としての接遇力の底上げに尽力。取材に基づく印刷物や動画の制作も手掛ける。電話応対コンクール、企業電話応対コンテスト審査委員、厚生労働省高校生就職ガイダンス講師、女性活躍社会に向けた取り組みや、観光庁の子育て支援事業のサポートにも尽力。2013年、 株式会社オフィス級を設立し、代表取締役就任。ありがとうございます。